あの達成感って、ちょっとすごいんだよね。登山界のアカデミー賞、ピオレドール生涯功労賞受賞、極限のソロクライマー山野井康史。森井先生是我们登山圈里面的大神。さあ、あれだけのキャリアを積まれてきて生きてる。すごいすごい。来た。夢に見てきたヒマラヤ最後の課題。喜びと挫折を嫌というほど繰り返してきた。私もすごい苦しかった。ヤシから山取り上げたら何もなくなっちゃうから。なんでそこまで好きなの、自分の生命がなくなっちゃうかもしれないよって。頭おかしいんだよね。会長、激しくも美しい挑戦の記録、人生クライマー山野井康史と垂直の世界完全版。